はい、スロックマンです。はい、スーパーサイヤ伝説ですね。またこれ続きやりたいと思います。はい、はい、そのままでいい。はい、はい、ちょっと回復せないかんね。あれ、こんだけしかない。試せんの1個しかないの。ブルマいっぱいあるけどな。ブルマでいいか。完全回復した方がいいよな、どうせなら。91か。か、完全解雇してないけど、まあこれで行くか、しょうがないな。はい。はい。前の時ね、やられたんですけど、ご飯のカードをね、使わないと多分、こいつは倒せないんじゃないかなと思うんですが、前回ご飯のカード使うの忘れてたんで、はい、今回ちょっとご飯のカード使ってみようと思います。ご飯のカードを使わないと弱らないというか、多分あるんでしょうね。多分そのダメージ与えられない状態になってる、なる、今与えられない状態ですからね。ご飯を使わないと多分ダメなんですよね、これね。戦闘力はたったそれっぽっちか。まあこれは4だからいいか、前。受けられた。基本何も効かないんでしょうね、ご飯が出てこないと。ダメージ与えられないって感じでしょう。うん、うわ、めっちゃ食らうなぁ。30も食らって。はい、ご飯が泣き始めながら突撃してきた。これでやれちゃうの、初めてダメージ与えられるようになるんちゃうの、多分。捨て身？捨て身はやったらあかんな。観光サップをやってみましょうか。スカウターに反応。 BP710 だと、あのガキが。お父さん、お父さん、助けて、助けてよ。あ、受かられた。あー、意味ないな、受かられたら。あー、これでもダメなんか。当たったけど、どうやろう。ダメージ受けてないのか。13。うわ、やられんちゃうのこれ。あ、死んだ。ダメだ、勝てないわ。どういうことやろな。どういうことやー。倒すんかな、これ。どういうことやろな。レベルが低いのか、まだ。でもダメージ与えられないっていうのはよっぽどですよね。
どういうことやろな。ちょっとこれはあれやな、攻略本か攻略サイトなど見てちょっと調べてみないとダメですね。今日はとりあえずこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube もしくはニコニコ動画のチャンネル登録をお願いします。